メディアの皆さん、お集まりいただきましてありがとうございます。動画をご視聴の皆さん、いつもありがとうございます。那須塩原市長の渡辺道太郎です。令和4年度初めての定例記者会見となります。本年度もどうかよろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症、なかなか感染が収まりません。しかし那須塩原市は全市民、接種対象ではない赤ちゃんを含めて全市民の 53.6%、 全市民の 53.6% の方が3回目接種を終えております。これは栃木県内の平均はもとより全国の平均よりも高い接種率となり、ご協力をいただいた皆様、本当にありがとうございます。なかなか感染は収まりませんが、しっかりと感染対策を取って、さまざまな活動を行っていきたいと考えています。栃木県内では、4月11日から GoTo イートのプレミア付きの食事券の販売や、県民一家族一旅行の予約なども再開をされ、アフターコロナに向けての取り組みが進んでいます。本市も昨年度発表いたしましたが、コロナ後の那須塩原市を見据えて、経済の再開や市民活動の再開に向けて取り組みを進めております。市民向け格安 PCR 検査も1000円から500円となりました。プール方式ですので、5人家族であれば1人頭100円で PCR を受けることができます。これからも感染対策をしっかり取った上で、経済活動、市民活動ができるような取り組みを尽力してまいります。コロナ禍で世界中が大変な状況でありますし、那須塩原市も多くの市民の方々が大変な思いをされています。しかし一方で、新しい風も吹いてきました。移住相談、移住者、コロナ前の2倍以上今増えています。ふるさと納税、おかげさまでふるさと納税は過去最高の5億6000万、5億6000万、前年度比 160% を達成することができました。ふるさと納税にご協力いただいた皆様、本当にありがとうございます。こうした背景の中には、ポータルサイトの拡充や、返礼品の事業者の皆様、そういった方々との二人三脚のおかげでもあります。ふるさと納税にご協力いただいた皆様、心より感謝を申し上げます。これからも那須塩原市の魅力を全国に発信してまいります。明日4月21日には、株式会社ヨークベニマル様と災害時における生活物資の供給協力に関する協定を締結する予定です。この協定は、災害応急対策や避難所運営に必要となる物資について、ヨークベニマル様から商品の供給を受けるために必要な事項を定めるものであります。那須塩原は災害に強い町、ここにいれば生き延びることができる町づくりとして、エネルギーやこうした物資の供給、さまざまな観点から災害対策、しっかりと努めてまいります。10月には、一期一会栃木国体、栃木大会の開催を控えておりますが、その前に、ボッチャ、馬術、トライアスロンといった競技のリハーサル大会が5
5月から開催をされます。いずれの大会も感染対策をバッチリ行った上で進めてまいりますが、本日発表事項にも入っておりますゼロカーボン、プラゴミゼロといった新たな取り組みにも挑戦してまいります。昨年の東京オリンピック・パラリンピックでは那須塩原市に多くのレガシーを残すことができ、そのレガシーが今発信しています。国体、都知事会でもこうしたレガシーが残るような大会運営に努めてまいります。それでは本日の発表事項に移ります。はじめに那須塩原ブランドイートプラスジョイの作成について発表いたします。那須塩原市には生乳生産本州1位の牛乳や塩原かぶ、塩原大根といった高原野菜をはじめ、全国に誇れる農畜産物や加工品が多々あります。私はこの那須塩原市の食を全国にPR したい、そのような思いを持ち、これまでも市内では温泉ガストロノミーウォーキングなどを開催し、市外では東京都白金台にある株式会社八方園さんのイベントスペース結ぶで那須塩原市で採れた食材を利用したオリジナルメニューを提供してまいりました。この度さらに多くの方々に那須塩原市の食、那須塩原市の特産品を知っていただくべく、那須塩原ブランドの冊子を大幅にリニューアルいたしました。自分で言うのもなんですが、非常にセンスのある、全国に出しても恥ずかしくない那須塩原ブランドの冊子になったと思います。本市の食の魅力をしっかりと伝えることに主眼を置いて作成をしています。また、ブランド認定品に込められた生産者の方の思いを食事の場を通して消費者の方にも伝えられるよう、サブタイトルを思いがつながる楽しいテーブルにしました。さらに、一つ一つの認定品はもとより、複数の認定品を組み合わせた料理研究家の先生のお力添えもいただいて、そうした認定品を組み合わせることによったレシピも載せております。実用的にもなっております。多くの方に目に触れていただけるよう、紙媒体だけではなく電子ブック版の公開もいたしました。今後もさまざまな形で那須塩原市の食の魅力の PR をしてまいります。次に、次世代農業チャレンジ事業補助金創設についてであります。那須塩原市では令和2年度と3年度の2か年にわたりスマート農業の実証実験を行い、その導入効果の検証を行ってまいりました。那須塩原市をスマート農業技術のショーケースとすべく、農業の担い手不足や気候変動への対応などを目的に、作業時間や疲労、ストレスの軽減、農産品の付加価値向上の観点から本市に適したスマート農業を整理し、さまざまな技術について実証実験を行ってまいりました。この成果を生かし、実際にスマート農業などの新たな取り組みを行う農業者の方の費用の一部を補助し支援するため、次世代農業チャレンジ事業補助金を創設しました。この補助金は収益の高い作物の新規導入や新たな技術の導入、気候変動へ対応した農業などに取り組む農業者の方が対象となります。
本日4月20日から公募を開始し、応募があった取り組む内容を審査の上補助対象者を決定します。ぜひ多くの方々からのご応募をお待ちしています。次に、ゼロカーボン、プラゴミゼロ国体への挑戦についてであります。那須塩原市は令和元年に栃木県内初の2050年 CO2 排出量実質ゼロ宣言を行って以来、率先してさまざまなゼロカーボンの取り組みを行ってまいりました。今年開催する一期一会栃木国体栃木大会においても、ゼロカーボンやプラスチックごみゼロへの挑戦に向けた取り組みを行い、本市独自のキャッチフレーズを決定しました。一期一会栃木大会、栃木国体栃木大会における本市独自のキャッチフレーズは、一期一会栃木国体栃木大会 in 那須塩原、ゼロカーボンプラゴミゼロへの挑戦であります。まずゼロカーボンへの挑戦としては、再生可能エネルギー由来などのゼロカーボンフリー電気を競技会場に供給します。トライアスロン競技の会場では、市内の小水力発電で充電した電気自動車を活用します。サッカー競技会場をはじめ7会場では、再生可能エネルギー由来の J クレジットなどを活用します。次に、プラスチックごみゼロへの挑戦としては、選手監督のお弁当箱に那須塩原ブランド認定品の赤松材を使った競技の弁当箱を活用するとともに、競技役員やボランティアには仕切りもすべて紙製にした弁当箱を使用します。また選手監督に配布する資料袋や会場で使用するゴミ袋の原料を植物由来と再生プラスチック由来のものを使用します。一つ一つの取り組みは小さいものかもしれませんが、本市が掲げる持続可能の街那須塩原の実現に向け、できることから取り組んでまいります。次に、2050年には県南の気温に、那須塩原市のピンポイント気候変動予測についてです。気候変動の影響については、2100年の日本がどうなるかといったことも重要でありますが、それだけだと、いや自分にはちょっと遠い話だな、それは先の話でしょと、なかなか身近に感じられない方もいらっしゃるかもしれません。そこで那須塩原市では、市民の方が気候変動の影響をより身近に感じていただけるよう、2030年など近い将来、かつ那須塩原市といったピンポイントのエリアの気候変動のリスクを、世界最大級の気象情報会社である株式会社ウェザーニューズと連携し、分析を行いました。本市の平均気温は2050年には現在の県南、栃木県南部の同じ同程度の 14.5 度まで上昇すると予測をされています。那須地域は避暑地のイメージがありますが、もしかしたら避暑地でなくなってしまうかもしれません。またこの影響により、酪農では夏場の搾乳量が 2%、 農作物ではお米の収穫量が 4% 減少すると予測もされています。こうした事態に適応するためには、牛舎ではミストシャワーなどを行う暑熱対策、農作物では
高温に強い品目や品種への切り替えを行うことが考えられます。本市ではこのようなピンポイントの分析により、気候変動への対応を受け身ではなく戦略的に進めてまいります。またさらなる展開として、今年度は本市を中心地とした那須地域全体、失礼、那須地域定住自立圏において広域的な気候変動のリスク分析を実施する予定であります。最後に、黒磯文化会館ネーミングライツパートナーの決定であります。那須塩原市では、令和2年度から市の私有施設におけるネーミングライツの制度を開始しました。これまでに5つの私有施設において、企業様からご提案をいただき、ネーミングライツが導入されています。この度、黒磯文化会館にネーミングライツとして、令和4年2月1日から3月2日まで公募を行った結果、株式会社大正堂さんがネーミングライツパートナーに決定しました。今後5年間における黒磯文化会館の愛称は、大正堂黒磯ミルフィーホールとなります。市民の皆様に親しまれるよう、市としても積極的に愛称を使用してまいります。なお、本市では10の施設でネーミングライツの提案を募集しておりますので、今後も多くの皆様からのご応募を心よりお待ちをしております。私からの発表は以上であります。